はい、どうも、こんにちは、ゲイです。いやですね、デレステ、皆さん、世界のアイマスでございますよ。あ、世界のアイマスの時間でございますよ。いやー、デレステなんですけども、プラチナガシャというのが来ております。SS レアでアナスタシアが手に入るということで、こちらね、ちょっと詳細をね、見ていきたいなと思います。すごいね、毎回ガチャワクワクするんでございますよ。こちらね、ソロバージョンなんですよ。いや、いいよね。こちらで、引いていきたいんですけども、僕ね、スタージュエルね、いっぱい持ってるんですよ。なんかログインしたら2500一気にもらえて、あとちょくちょく貯めてたんで、すごいですね。無償で12075。いやー、素晴らしいね。で、10回引く、2500個使って10回引けるということなんで、こちら引いていきたいなという感じに思います。参りましょう、ゴー。いやー、かわいいね。何か面白いことを言え。あ、無理やね。さあ、いいキャラクター手に入ればいいんですけどね。こちらね、ここの瞬間緊張するんでございますよね。非常に頑張っていきましょう。参りましょう。タッチ。ほう、なるほど。目指してるものとはちょっと違うんですけどね。はい。あらららら。ほんのりと暮らしたいな。そうですね。どうぞ。な、興味あるのよ、あなたに。マジっすか。僕に興味があるの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいね、やっぱりね。ミオは持ってんだよな。で、結構ね、お、Sレアじゃん。乙女のお勉強と。あ、でも Sレア当たった。ありがとうございます。Sレア当たりました。いやね、ちなみになんですけども、僕のね、育ててるアイドルなんでございますけども、アイドルを編成ちょっと見ていきましょう。やっぱね、僕の大好き、ディーナ。これでございますよ。これをね、ボーカルにしてるんですよ。やっぱ、難しいんすよね。ユニットの編成やアイドルを成長させることができますよ。うん、やっぱね、成長させて、それでね、僕のやっぱり判断力というか、反射神経が問われますから、これね、非常にね、難しいゲーム、奥が深いゲームなんでございますよ。こちらね、ちょくちょく僕やっております。ね、楽しんで皆さんやってみてはいかがでしょうか。ということで、お疲れ様でした。